3つのいろんな形が集まってシアターフォーオールの文字が現れるオールの文字の後ろに淡い赤と青のグラデーションが流れる。ザ・メンドこれは誰かの記憶？それとも夢？いや、彼女。車椅子を押しているのは茂樹さん、秀夫さんの義理のお兄さん。後ろのお腹の大きい女性は松田代さん、秀夫さんのお姉さん。俺は誰？1年からの付き合いでお互いのことを何かとよく知っている。ひでちゃんの好きな食べ物は肉じゃがときゅうりで、好きな男性のタイプは、これはやめとこう。ちなみに僕の好きな食べ物はあんこと牛乳、ミルクボーイとか呼ばれてました。それから麺類、最近はカップ焼きそばにハマってて、ヘルパーさんによく買ってきてもらってるんですけど、っていうのも、僕の体には重い障害があって、手足が動かせません。だから普段いろいろとお願いをしてるんです。それとお聞きの通り、言葉もうまく話せません。だからできるだけ短い言葉で伝えてるんですけど、それでもなかなか伝わらない。この間もカップ焼きそばって、それだけカップ焼きそばってなんか言うたことか全然伝わらなくて、もうどうしたらね伝わるんかなって疲れちゃうんですよ。どうした？ひでちゃん。どうした？せやから言葉が全然伝わらなくて、わかるやろ、もどかしいって。何を言うてんねん。今更かもしれへんけど、なんか悔しいやん。そのたかがカップ焼きそば一つやん。この声で明るくんな。なんて言うたん？だからその気持ちよう分かるわ。ひでちゃん、ちょっと待って。おい、ひでちゃん。じゃあやっぱりこれはひでちゃんの記憶？夏のある日、俺の命は突然この世から消えた。
みんな驚いていた。というか、僕が一番驚いている。だってその日はカップ焼きそば買ってきてもらう日だったから。やっと伝えたのにな。あー、こんなんてないよな。本当にもう、ちくしょう。それとみんな、ごめんな。ほんまに、ごめんな。あ、まだ運転はダメだ。行くよ、行くよ、はいはい、行く。帰ります。帰りましょう。
ね、おじさんはね、あれそうね。おじさんはね、ふさおいしさんはふさふさおいしさんはふさあー大西さん、はい、カップ焼きそば買ってきてもいいですか。すいません、入れたカップ焼きそば置いてますか。不思議穴不思議ないです。不思議穴あ、節穴でもないですよ。人は面白いな。面白いじゃん。面白い。ありがとう。聞き取りいただきたいんですけど、値段は、あ、220円。お、どれか5つだから。1100円。これはどこに行けば。ここに。あ。過去に入れてきますね、じゃあ。入れました。ん？僕、あ、いや、いや、僕一人では食べないんですよ。あの、人に頼まれてるんですよ。はい。ありがとうございます。森さん、お待たせしました。ちょっと置きますね、すいませんね。ちょっと待ってくださいね。たくさん買ったもんで。雪が降ってきましたね。急いで帰りましょうか。大西さんはふさふさ。その日の夕方、その子は生まれた。僕は助かった。初めて座れたのは小学校1年の時、僕はバギーに乗って通学、順調に成長していった。学校生活は嫌なこともいろいろあったけど、それなりに楽しい生活でした。おっす、元気？元気。ぬくいね。今日は、あれやで。なんで。それにしても、じゃあ、字がは字が。だえやん。おっと、一回用事があるからね、先行っててよ。それにしても大きい腕やね。
大きかっただね。なんで大きめなの？大きい口だね。なんでそんなに大きいの？やめろやもう。やめろっちゅうねん。僕は、僕の好きな女の子の話をします。同じクラスの、たぶん、ハズキっていう女の子なんですが、何で好きかというと、花柄のワイピースとか、カトゥーシャとか、あとは上のポニーテールとか、つけてるからかな。でも、体の上で言うと、かかと、ふくらはぎ、膝こと、あと、なんて言っても好きなのは、それ。でも、正直なことを言うと、嫌いだから、心なんか笑ってるんですよね。どうしようかな。ああ、シモさん、今日のいいところに来てくれましたね。同じクラスの田村春樹のことを記事になってるんですけど、心ないか迷ってるんですよね。どうしようかなと思って、どうしたらいいですか。担任、ちなみに聞いてないけど今説明しようか、よく聞いて。先生の専門はアートです。国語、算数、理科、社会、どれでも違う。先生の専門はアート。そう、アーティスティックティーチャーです。アート分かる？はい、そこの後ろのメガネ、アート言ってごらん。何？アートヒットセンター。違う、それじゃない。それじゃない。それじゃない。引っ越ししない。アート、あのね、喜びとか悲しみとかそういったものこうあるでしょ。こう絵とか音楽にしたものなの。何そういうの、歌とか聞いてこう感動してこう泣きそうになったりとか、ちょっと胸が熱くなったりとかあるでしょ。ちょっと、分かってない顔しようか。はい、注目。
先生注目、今からアートの説明書よく聞きなさいよ。危ないからやめろ。あ、そう、アートってね、いいかとも思いついた。アートとは、こっち見なさい、先生の顔ちょっと見て。アートとは、先生の顔見なさい。先生の顔見なさい。アートとはラブです。ラブ、そう、ラブ、ラブの授業をします。みんな私についてください。ラブって、先生、ラブって何ですか。あ、リップ。やっぱり行くな。はい、はい、はい、交代ね。なんで次回行か、行こう、行くね、行こう、行こうや。僕のも教えてね。おしえなにいなの、教えろよ。僕のも教えるからさ、見ててね、写真を見ててね。つけて、カシャ。ここはスイーツだね。広いでしょ、リッツ。興味なさそうだね。次はカシャ、フランスだよ。どうなの。リッツ行きたくなった。興味なさいね。次はルート6&6だよね。どうかね。ここはタバコ吸うと赤いよ。次はアメリカディズニーランドだよ。興味持ったね。行きたいの。次は温泉とマンション、お化け屋敷だよ。怖いの。幽霊なんか出ないよ。さあ待って。ようやく馴染んできたら、この感じ。地に足がついてないんですけどね。そう、学校にはいろいろと怖い噂がありました。夜、美術室のモナリザの顔がなくなってるとか。ん、何もないな。4階の階段が1段減っていて、足を踏み外してしまう。おかしいな、それからなしまうとか。そしてその奥の女子トイレからは、何でも昔この学校の近くで襲われたという女の人の泣き声。ああ
違う。びっくりした。そうだ。赤いし。怖いわ。なんで？怖いわ。ショウコ？あ、ちょっと待ってよ。ショウコ。ショウコ。あ、思い出した。転校生の川口翔吾。そう、学校にはいろんな子たちがいました。転校生、毎日遅刻しちゃう子、毎日早退する子、パンの食いかすを机の中に食べるのが趣味な子、将来は社長に豪語、社長になるんやって豪語する子。そう、それとこの学校に新しく赴任してる先生の皆さん、それは大抵良くない噂です。山口ひろこさんでしたね。私も あなたとちょっと話しなきゃいけないと思ってたんでちょうどいいです。あのね、家具職とはね、あの前お部屋になりまでいいのか。あのね、あなたなんか私のなんか噂を流してるでしょ。ありもしない噂ですよ。なんかいろいろ言ってるでしょ。ね、誰が言ってるんですかと突き詰めると必ずあなたの名前が出てくるんです。そう、山口ひろこというお名前がね出てくるので、ちょっと一度ご確認しなきゃいけないなと思って、なぜそんなことするのかなと。だって私あなた面識ないでしょ。今日ここで会ったのが、なんでそんなことするんですか。なんでそんなことするんですか。ああ、そう出ますか。わかりました。大体そういうことする人はそうなんですよ。だから、ね、一方的に私から言わせていただきますんで、しっかり聞いてください。もうこれ以上私の変な噂を流すのはやめてもらえませんか。塩津君が塩津がどうした。塩津がどうした。僕の親友の話をします。僕と島津くんは同じような子の同じようで、隣同士のように挨拶程度の中でした。ところがある日、島津くんの部屋が助けてお来たっていう声が聞こえてきました。僕は
丈夫くんの部屋を慌てて開けて丈夫か大丈夫かって言ってその時の二人のスタッフに呼びに行きました。丈夫くんが落ちてるから助けてってくれ。その時のスタッフにありがとうって言われたので僕は嬉しかったんですが、一番嬉しかったのは下津くんから言われたことが嬉しかったです。その時以来僕と下津くんは親友になりました。よう、しもつくん。よう。俺たち死ぬやな。俺たち死ぬやな。あれ？しもつくん。俺たち死ぬやな。しもつくん、俺たち死ぬやろ。俺たち死ぬやろ。しもつくん。親友か。俺には親友なんかいたかな。僕はこのマットに寝そべるのが大好きでした。車椅子に乗って一日を過ごすっていうのはなかなかしんどいもので、学校を卒業して施設に通うようになってからもしょっちゅうマットに寝転んでたんです。そこから見える風景は今でも僕のまぶたの裏に焼き付いている。よっと、今日は、お、赤いパンツ、情熱の赤ですね。黄色いパンツ、金運アップかな。青いパンツ、今日はこんなもんか。あ、花柄のパンツ、こんなので涼しい顔して歩いてる。よく見る、パンツ、お、パンツ、パンツ、パンツ。ハンツ、先乱れとるやないか。あ、こんにちは。お花、いつものですか？いつ？はい、ちょっと待ってくださいね。おい、どこ行くの？はい、どうぞ。ねえねえ、あれ？はい、いつもありがとうございます。今日も今から行かれるんですか？ねえねえねえ、後ろの方は一緒ですか？え、違うんですか？え、怖い？一緒じゃん。え、知らない人ですか？え、電話しときます。わかりました。大丈夫ですか？気をつけて行ってくださいね。大丈夫ですか？待って。山口ひろこさん、今日どうしてこの部屋に私が呼んだか分かりますね？全然分かりません。この前言ったじゃないですか、私の変な噂も流さないでくださいって。よりひどくなってるじゃないですか。何ですか？なんか私が前のいた学校でなんか女子生徒にいやらしいことをしてクビになったとか、
なんか生徒の親御さんとなんかこういけない関係というか、そういうなんかいやらしい関係になってなんか問題を起こしちゃってクビになったとか、生徒のお父さんとって何ですか。あなたね、可能な限りもうむちゃくちゃ言うてますよ。なんか面白ければ何でも言っていいってわけじゃないんですよ。人間は聞いたこと聞いたあかんことあるもん。はじめはね、まさかねとか言うんですよ、うん、でもだんだんね、そういうことが繰り返されるとね、なんかこう言うんですよ。あんなことを聞いたんですよ、うん、本当ですかって、そんなわけないじゃないですかと、だんだんもうまた誰が言ったんですかって聞いた、あなたじゃないですか。まあ落ち着こう。落ち着きませんよ。いや、なんでそんなことするんですか。お前、おかぶとりの声やよ。は、向かいでおかぶちゃんの声に似てるね。私、森永ですよ。いや、全然は立って歩いてたらよ、歩いてるやろ。私、こんな方だよ、はい、向かいでは歩いてだって歩いてたね。あ、そうですか。で、ここで立ててみ。はい。立ててみ、わざてよ。なんで正すんですか。立ってた、たぶん、おかまちゃんのこと思う。たぶん、おかちゃん。ちょっと言ってることがちょっとわからないで、もうちょっともう、とにかくもうやめてください。もうそれだけやめ。立って、立って、わかるね。なんで立つんですか。そう、わからないんですけど。立って、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 わかりました、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 あの、文句言うんだ、立ってよ。あの、じゃあその代わり立って、見てもらって、うん、その岡本さんですが、うん、違うって認めたら、うん、お願いしますよ。みんなに電話するわ。お願いします。学校のデータ何もね。いきますよ、いいですか。せーの、よいしょ。さあよく見てください、森永です。覚えたら向かって寝たまぐって。いや、森永です。おかまちゃん。森永です。おかまちゃん。森永です。おかまちゃん。いや、今ちょっと川野忙しい。森永です。森永。いや、見てもらえ。いや、違う、川野、これは違う。川野。悪い噂は一人歩きする。この後、森永先生がどうなってしまったか誰も知りません。
だ。むこんなおいやか。どうかいおまかいたとは。
おいしいやつだ。今日は夜に出てくるから、あ、そうだね、夕飯ね。いいもダメだな。おじさんのことで、出てもんぐいやな。あかん、そんなこと言うから。逃げちゃうんで。逃げよ。逃げるんすか。こっから、あ、わかりました。逃げましょう。逃げてばっかりいますね、沖縄に来てから。あ、そうや、マサヤさん。はい。ちょっと聞いてしまう。あ、はい。マサヤさん、沖縄初めてですか。あ、初めてなんです。僕ね、3回目。美味しいソーキそばの店知ってるんですけど、一緒に行きません？あ、食べたいです。え、マジですか、はい、一緒に行けるんですか、はい、え、マジ、行きましょう、行きましょう。ぜひ。マサヤさんは何型ですか。O 型です。え、俺 A 型絶対合う。絶対合う。え、正座は双子座です。俺天秤座。お前、あの人すぐ何やんか。え、さっきは大丈夫じゃない。だからさっき言った人。あ、さっき言った人。言いますよ。言うてたよ。言うてたけど。え？言うてたよ。あんな男の鈍感やからな。いろんなわからないんだけど。わかってるか？俺、自分の気持ちを相手に伝えるのは大事やで。自分の胸に聞いてみる。ああ、告白すればよかった。そう、そんな沖縄での30年前の沖縄での悲しい思い出。若気抜いたじゃない。若気、違う、若気。若気だ、若気。もう30年前か。早いな。お前、恋を興味持った女。え、だから、恋を興味持って言ってたよ、言ってんだよ。お前、刑事のことを好きやったよ。刑事はそんなもんやない。いや、何やったんや。いやなぁ。友人ではない。バカ言うて、まずしっかりしなさい。
刑事さん、送迎の準備ができました。そろそろ帰りましょうか。うん、トイレは？あ、大丈夫。あ、ほんで、あの焼きそば、カップ焼きそば買ってきてほしい。もう一回いいですか？カップ焼きそば買ってきてほしいな。もう一回だけ。カップ焼きそば買ってきてほしいな。おっ、プガミまた、カップ焼きそば買ってきてください。オップカニカマ、もうええ、諦めないでくださいよ。なんて言ってますか。あー、カップ焼きそば、はい、いくつ買ってきましょうか。5個お願い。あ、1つ5個。あ、2つ5個。なんて言ってます。あ、5個ですね。はい、はい、明日買ってきます。ありがとう。大西さん、トイレいいですか。お願いします。はい、行きましょうか。福代さん、帰る前に準備しますか。あ、行きましょうか。そう、僕たちは家族やった。その翌日の朝7時28分、僕の命はこの世から消えた。あの時頼んだカップ焼きそばはみんなで食べてくれ。おいきゅう、僕が、生まれた日3月大雪やった。電車あかん、バスあかん、タクシーで行った。僕、生まれた箱に入った。助かった、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 助かった。そう、僕は、僕たちは生まれた。
文化庁シアターフォーオールラボシアターフォーオールバイプリコグ